今日はね、なかなかちいちゃんがですね、いいこと言ってくれたんですよ、今ね。どんな？うん。あの、装備に関してね、はい、トレイルラン歴2年目。2年？3年？2年。まあ、でも年に1回やったりやんなかったりっていう時もある。うん。で、マラソンもちょっとや、うん、あの、もうちょっと前からやってて、はい、山も入るようになったと、最近ね。今日も岩場のこういうところをパタ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 ちょっとだいぶあのあれしてますけど、そんなちいちゃんが言った言葉がさっきあるんですけれども、装備が人によって変わるっていうことは具体的に言うと、そのコースガイドを映像で出してくれると、うんうん、こうここでは、うん、あの風が吹いたら寒そうだから、うん、私寒がりだから、うん、バフが必要だなとか、うん、あちょっとニット帽も持ってきたいかなとか、うん、装備の工夫ができる、うんうん、いろいろ想像力をかきたてて、私はじゃあこういう装備を持っていこうっていう、うん、通り一遍じゃなくてね、言われたままじゃなくて自分で考えることをやってるっていうことはすごく山においてすごく重要なことなんで、はい、それをちいちゃんもすでにやってるんですよね。やってます、うん、っていうことをね、私はすごく今日は良かったなってね思いますよね。で、来年はこのちいちゃんなんですけれども、こういうタイトな感じの、色で言うとトルコブルーみたいな、まあ、嫌いな色じゃないですけどねいいですか、はい、ちょっとネイルがハゲハゲで恥ずかしいんですけどすいません。いいですね、この開放感がいいよね。いいですね、終わった後のね、はい、なんか血管が浮き出て恥ずかしい足に雪をネイルを使ったから、ね、ネイルもバッチリだから、ネイルもバッチリです。そうそう、でも血管も浮き出てます。え、かっこいいじゃん血管。だってなんか年っぽいよね靴下もすごいよこっち側もほら、いいじゃん。5本指、5本指じゃないやつ。5本指はダメだから、5本指じゃないタビオです。よかったです、今日初めて使いました5本指のタビオ裏返したけどねでもなんか45キロだったら、うん、その格好で行ってもトルコブルー怪我しなさそうだよね。あと天気によりますよね。あの稜線でものすごい風が吹いたら、ね、多分今年よりも景色は一変しますよね。そっか、そこはもうね、確率だね、うん、ルーレットみたいなもんですよね、うん、梅雨時期ですからね。そうですね。でもなんかね、怪我の少なさそうなコースだよね。うん、そういう格好で走っても大丈夫、走れそうなね、うん、こういうさ、山女子の装備っていうものなんですね。ちょっとこんな感じでやってますよ、ね、私もですか、うん、ゴルフウェアですけどゴルフ用のカッパなんですよこれあ、まあ、の帽子かわいいからあ、本当これはゴルフじゃないですけどあ、そうなんです。別に何でもない。帽子さ、めちゃくちゃ派手だよねいいじゃないですか、トルコブルーにここにボトル持ってね、こうやって走る感じなんでボトル持つんですか。水水は必須そうあ、リュックは背負わないで、うん、で、エイドがあればそれも可能なんですよ、うん、そうですよねそうよく松本大ちゃんが言ってるけど、エイドがあれば本当に身軽に全部なくてもいけるっていうのがヨーロッパスタイルとも言うんで、まあ、それも賛否両論あるんですけれども、それはまあそれでね、いいかなと思ってるんですけど、一方でゆきえさん、はい、今年もあの筑紫ヶ原45キロ、はい、感想おめでとうございました。はい、ありがとうございました、はい、でいろんなご指摘、本当に講習会の時からですね本当に私育ててもらいましたんで今年ね、でああいうね、育ってくれてありがとうございます、ね、は本当にダメです。男目見えてる。
どうですか、山やり始めて。いや、すごい楽しいですよ。うん、ね、どういうとこが楽しい。うん、山は、うん、まあ、いろんな景色が見れるし、うん、走っててなんか景色がすごい変わる。うんうん、楽しい、それが、うんうんうん、空気も全然違うし。変わるしね、うん、下が暑いのにさ、上なんだらスーッとしたりね、植生、草花が変わったりね、全然こんな岩が出てきたりねこんな岩に今日切れてたじゃん。はい、岩はちょっと、うん、あんまり好きじゃないです。あんまり好きじゃない、はい、もしかしたら もう一回会ったらまた好きになるかもしれないよ。どうかもしれないですね、うんうん、でも結構きついですよね、岩はね。うん、本当、そう、ここ座っていい。私あそこに座りたい、本当にそこでもいいんだけど。中身はこういう感じです。中身はこういう感じです。今日装備とかで気になったあのとか何かある？装備で、うん、今日初北アルプスじゃん。そう、初登山。今日は、うん、トレランじゃなくて初登山だったから、うんうん、ちょっといろんなもの入れすぎた。うん、例えばどんなもの？うん、携帯の充電器いつでもできるように。違う、もし万が一、うん、なんかあって遭難しちゃったりとか、なんか帰れなくなるようなことがあった時に、山の上は電波が悪いから、うん、電波探すのに電波ってすごい消費するんですよ。するね。だからなくなるの早いから、うん、そうなった時のために、うん、予備電池あった方がいいかなって、うん、だから充電器持ってたんで、うん、重かったです。わかる気はするけどね。うん、あといっぱい食べ物もいっぱい入れてたけど、うん、一切食べなかった。例えばどんな食べ物持ってたの？ドーナツとか、うん、コーヒーロールみたいな、なんか、うんうん、ちょっとね、うん、ロールケーキみたいな。おやつ系のね。おやつ系の、うんうん、おやつとパンの中間ぐらい。うんうん、だけど、うん、なんか食べたくなかった。ね水はどのぐらい持ってったの？おにぎりもあったけど、おにぎりも食べなかったですよ。おにぎりもね、はい、水は、1.5 ぐらいだよね、うん、初めて全部なくなりましたね。え、何？それはちいちゃんが？私も 1.5 持ってて、うん、私も 1.5 近く入ってたよね、はい、楽しい楽しい楽しい顔見せて早い中は空洞なのが寂しいな、うん、私結構代謝がいいみたいで、うん、まあ、下の方だと、うん、行きも帰りも、うん、帰りも下の方に近づいてくると、うん、もう汗すごかったんですよ、うんうんうん、喉乾いちゃうんですよね、多分ね。そっか、水分が水分で欲してる。そうそう、喉なんか喉乾いたなって思って、うん、あ、もうちょっとでいいやって思ってると、うんうん、後で脱水症状起こすとかよく、うんうん、そう、遅いんだよね、言うじゃないですか。そう、はい、うんうん、だから、うん、もうちょっと喉乾いたなってなんかーって思ったらもうすぐ飲んじゃおうって思って、うんうん、こまめに取ってたらなくなっちゃいました、うん、そっか。じゃあ下山する時もなかったの？いや、下山する時はチビチビまだやってたんだ、うんうん、ハイドレーションってさ、あの背中に背負ってるじゃん、うん、だからなかなか量分かんないと思うんですけれども、うん、そこら辺は何チビチビやってたってもう少なくなってきたなーってのは分かったの？なんとなく結構飲んでたんで、あ、多分、うん、あ、もうあとちょっとしかないだろうなって、うん、で、下について飲もうとしたら、うん、もうなかったんです、うん、チビチビチビそうそうそう、空気が入って吸えねえよってね。そうそうそう、あ、出てこないみたいな。何飲んでんの？え、ただの水。そう、それ今日言ったんですよ、ね、うんうん、帰ってからね、うん、深呼吸さっき言ったんだけど、うんうん、私今日アクエリアス朝買って、うん、あの車、自分の車の中にはあったんですよ、うんうん、で飲み物とかリュックに詰めて持っていくときに、うん、アクエリアス持っていこうかなってすごい思ったんですよ、うん、でも飲みかけの水もあったからそれもペットボトル入れといたんですよ、一応のために、うん、だからちょっとアクエリアスやめてウィダーにしようと思ってウィダーを入れてったんですよ、うん、でもアクエリアス持っていけばよかったってすっごいもうずっと後悔してたんです、最初の方から。なんでかっていうと、
途中で私結構上り、うん、まあ全部今日はダメだったけど、うん、上りずっと遅くて途中で止まって休ませてもらったりしたじゃないですか、うんうん、そういう時に山崎さんはコーラをおもむろに出して飲んでて、うんうんはあ、なんか味がついてて美味しそうって思ってそれで、うん、友人さんもおもむろにポカリを出したんですよ、うん、さあポカリ私も飲みたかったなとか思って、うん、であやっぱアクエリアスを持ってくるべきだったって思って、うん、ちゃんと照らしてくださいすごい後悔したんです、うん、そっか今ね、まあ遅いけど、二人のためにね、あのオレンジ 100% のオレンジジュースを持ってきてたんだよ、今日。クエン酸入りのね。まあ、遅いけど。そうですね。そっかそっかそっか。今更言われてもね。あれよね。今更ですよね。あれ動画どうか。なんだ、ポーズしたって言ったっけ。でも、最初に撮れるからさ。でさ山ってさもういつもと違う感じのその喉の渇きとかさ、うん、腹の減り具合とかあるじゃん、うん、そういうのがあって、うん、すっごくその食に対する欲求がすごい分かりやすいでしょ、うん、それがさっきのコーラ見た時のコーラ飲みたいとかさ、うん、なんか味がついてるもの欲しいみたいな私だからハイドレの中身はいつもスポーツドリンクにしてます、うん、そうなんだ、うん、私は水なんですよ、うん、なんでかって言うと甘っあのスポーツドリンクってちょっと甘いじゃないですか、うん、やっぱり、うんたまに飲んでるといいんですけど、うん、ずっと飲んでるとやっぱちょっとなんか水が飲みたくなっちゃうんですよ、うん、わがままでだから水がたくさんで、うん、アクエリアスとかポカリみたいなのがちょっとたまに飲めればいいみたいな、うん、そっかじゃあさ、うん、別のポケットに何か持ってればいいねそう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 なんですよ、うん、そういうことか、うん、でいつものトレラン用のザックだと、うん、ここにボトル入れられるんですよ、うん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 いつものザックだったら絶対ポカリ入れてたんですよ、うんうん、でも今日のあ今日これ違う今日あの登山に使ったリュックは、うん、そういうポケットが一切ついてないんで、うんうんうん、あの取り出しにくいよね出し入れもそうめんどくさいし、うんうん、皆さん大変なんですよあの走りながらとか歩きながら飲み物を出すっていちいち止まらないから、うん、出しやすいものが利便性が上がりますよねそうなんですよ、うんどううん、一回下ろさなきゃいけないじゃないですか肩から外す、うんうん、そうしないとチャック開けられないから、うんうん、だからそれがめんどくさいのかもしれないそうだね、うん、なんか前にリュック今日朝やってたみたいに前に当てれば出し入れも簡単野球の審判みたいな感じねあれ岩登るとき大変だね前だね引っかかってもしょうがないよね巨乳の方 の気持ちがちょっと分かる感じ今日はこんな装備ですパタゴニアのキャンスカートそうですね、これはあのトレイル用です、ね、トレイル用インナー付きザックは今日はノースのはいデスパッチのレイノベーターのトレイルランクシューズ素晴らしい